北九州予備校は、福岡県北九州市に本部を置く日本の予備校である。通称、北予備、学校法人、金沢学園が経営し、九州、山口地方及び東京都の10カ所に校舎を持つ。運営法人は1966年に、学校法人、金沢学園として設立された。努力は実るをスローガンとし、 校舎内での携帯電話使用禁止、着発、ピアス禁止など、厳しい交付を自称している。コースは老人性対象の大学進学科と、い、歯、薬、フェリックスのほか、小中学生を対象にした V 塾や、高校生、中高一貫生を対象にした V 塾 A が設置されており、講師は常勤のほか、多予備校を兼任する者を東京や大阪などから招聘している。 入学式、体育大会、座前会など特徴的な年間行事があり、クラスに日直が存在するなど厳格さをモットーにしている。出席はタイムカードで厳格に管理されている。また、授業や自習に関わらず1コマ1コマ出席カードが授業であれば、チューターから自習であれば、自習監督の学生によって配布される。このカードによって生徒が1ヶ月に、 どの程度学習したのかが管理されている。模試はベネッセコーポレーションの真剣模試と独自の模試を併用している。独自模試は予備校生でない現役高校生や浪人生も受験可能で、特にセンターファイナル模試はセンター試験直前の実施の模試にも関かかわらず集計を行い個人成績表を返却するのが特徴である。九州地方を中心に展開している。 予備校であるにもかかわらず、生徒数で全国3位となっている。北九州予備校が4月の授業開始以降に、退学した人の授業料を一切返金しない契約条項を設けていることについて、大分市にある的確消費者団体、大分県消費者問題ネットワークが、この契約条項は消費者契約法に違反するとして、北九州予備校を運営している、金沢学園に、 同条項の差し止めを求める訴訟を起こし、大分地方裁判所は2014年4月14日、原告側の訴えを認め、同条項の差し止めを命じる判決を言い渡した。金沢学園側は提訴した。しかし5月1日に敗訴が決定した。なお、河合塾や、代々木ゼミナール等の大手予備校は、学生が中退した場合は、在籍していた期間を差し引いて返金すると毎日。 新聞のインタビューにコメントし、ありがとうございます。